ああ、やだな。だよね。ごめん。さーてと、じゃあね。
それじゃあどうも。おかえり。帰ってきたか。
悪いな。ありがとな。じゃあまたな。おう、おかえり。
し。お、気をつけて帰れよ。お疲れ。は？お兄ちゃん、チャンネル変えていいよ。何やってるの？
沖縄駅前到着。意外と来れるもんだな。マジでここまでついてきやがったか。楽勝っすよ。ララ州のゲンチャリなんざ相手になんねえっす。途中でガス欠になんなかったら完全に振り切ってたっつーの。はあ、遊び代欲しさにガソリンケチるんじゃなかったぜ。来るたびに思うっすけど、やっぱ人多いっすね。ああ、この辺で張ってりゃそのうち声かけてくるかもだぜ。つうか、その俺ちょっと用事いいっすか。せっかく大きな来たんで、その手芸の。なんでもねえよ。買い物あるっつってんだろ。とにかくちっと外すんで先やっちゃっててください。何しに来たんだよあいつ。そうだな、よっしゃ作戦決行だぜ。遅れました。どれ買うか迷っちまって。収穫ゼロっすか。おかしいな、どっかから視線は感じるんだけどな。いや待ってって、もうちょい粘ればきっと。いや日暮れちまうだろそれ。やっぱどっか問題あんじゃないっすか。いや決まってるぜ。バイク渋いし、お前男前だしさ。だいたいバイクは男のアイテムっつう話っすけど、それ原付きっすよ。マジでバイクなら何でもいいんすか。まあ確かに雑誌で見たやつはでけえバイクだったけどさ、しょうがねえだろ。夢と現実には開きがあんの。高いのは買えないの、原付きで精一杯だっつうの。先輩、俺に10分くんねえか。やられたまんま黙ってらんねえっしょ。先輩らの敵俺が取ってやんぜ。喧嘩じゃねえっての。敵取るってどうすんだよ。お前ナンパでもするつもりか。当たり前っすよ。この状況で他に何すんすか。あのな、バイク持ってる俺らでダメなのにお前に敵取れるかっつうのな。意味わかんないんですけど。つうか今の流れ、俺ら敵取られる側だし。さすが先輩だぜ。だったら3人で勝負す。辰巳幹事、男の生き様見せてやんぜ。落ち着けっての。完全に全員参加の流れじゃねえか。マジわかってんのか。それってこっちから声かけんだぞ。なんかかっこ悪いっつうか、いい思い出もないっつうか。怖えんすか。そうじゃなくてだな、友達になれっつってはいって言わせりゃいいんすよね。そんだけの話じゃねえか。ま、失うもんねえし、いいか。さすが先輩っす。負けたらパン1で町内マラソン、ついでに鼻眼鏡かけてやら。男はダメだかんな。まだそれ言うのかよ。くそ、絶対負けねえかんな。Yeah, what's up?
いや、うまくいかねえっす。そうだよな。そういや、電話してくれって女から番号渡されたんすけど、これも数に入るんすかね。逆なんか？なんて誘われたわけ？1時間いくらって話っすけど、なんなんすかね。なんなんすかねじゃねえよ。そんなの数に入れんな。お前はどうだ？なんかゲットできた？さすがだな。それって携帯番号？どんな子だった？とにかくかけてみろよ。ね、ね、な。なんか言うんすか。で、かけるんすよね。ね。出た。やっぱ本物だぜこの人。ああ、もしもし。おい、てめえだな、殺すぞクソガキが。他人の女に手出しやがって、一生立てなくしてやんぞ。くれ、二度とかけてくんじゃねえ、分かったな。声でけえ。マジっすか。いや、こんなこともあるよな。よし、次はラスト、俺の番だな。花村先輩も行けたんすか。へへ、当たり前だろ。番号1個ゲットしました。さすがっす。いや、苦労したわ。すっげえ生かしたお姉さんでさ、ちょっと背伸びしちったかな。大人の色気っていうかさ。早速かけてみっか。もしもし、俺っす。わかります？花村くん。うっす、バイクデートの彼です。いやー、嬉しいな。あれ、でも俺の名前なんで言いましたっけ。なんでってわかるわよ、同じ学校だもの。同じ学校なはずないっしょ。だってお姉さん、つーか、その声大谷花子に決まってるじゃない。あんた、あたしの番号を調べたわけ？やっべえ、完全にやっべえ。番号間違えたか。もう一回。もしもし、俺っす。わかる？わかるって言ってるじゃない。そんなにあたしとデートしたいの？なんすか今の。地面の底から響くみてえな、王冠が走るみてえな。忘れろ、悪いことは言わない。この番号は危ない、知らない方が身のためなんだ。あら、あんたたち、大谷さん、なんでここに？あたし、田舎が似合わない女でしょ。散歩してたら突然電話よ。ほんと強引よね。バイクデートか。ま、あんたがそこまで言うなら付き合ってあげるわ。ちょ、待って。俺のバイク。何よ、このバイク壊れてるじゃない。あたしを誘いたいならもう少し頑張らなきゃね。いい女を独り占めするにはそれなりの努力が必要なんだから。呪いか、何かの呪いなのか。ダメだ、もはや俺には帰りの足さえねえ。
先輩、あんた精一杯戦ったぜ。俺感動したっす。俺のケツに乗ってください。家までバッチリ送りますよ。おお、密着。わかったぜ。これが密着計画の全てなんすね。わかんな、怖えんだよ。つかチャリも二血違法だよ。いい、もういいんだ。早くこの苦行を終わらせてくれ。人参、じゃがいも、玉ねぎ、ピーマン、舞茸に、ふきのとう。ふきのとうとふきって一緒？カレーでいいよね。人気ナンバーワンの国民食。ラーメンとカレーで迷ったんだけど、ラーメンじゃちょっと浮くと思って。花村とかどんな具が好きかね。あいつ細かく文句とか言いそうだし。上の階に行ったんだっけ、聞いてくる。そこまではいいよ。それになんか準備があるって言ってたし。ねえ知恵、カレーに片栗粉って使うよね。そりゃ使うんじゃん。使わないととろみつかないよね。じゃあ片栗粉と小麦粉もいるかな。小麦粉ってあれでしょ、薄力粉と強力粉。どっちだろう。強い方がいいよ、男の子いるし。じゃあそれと、あった、唐辛子。辛くないとカレーじゃないよね。いいや、もうらしいものを何でも買ってこ。
ならキムチも買ってかない？あと胡椒？胡椒は白と黒があるよ。お、さすが旅館の娘。とりあえず両方買おっか。そうだ、隠し味もいるよね。そういや、テレビで言ってたな。確かチョコ、コーヒー、ヨーグルト。私好きなチョコあるんだった。あ、けど私コーヒー苦手だからコーヒー牛乳でいいよね。あ、魚介も混ぜる？きっといい出汁が出るよ。帰ってきたか。